茅ヶ崎市議会議員の長谷川由美です。今日はなぜかこっち土佐が立ってしまってなんでかわかんないんだけど、こうしてもこうって言ってしまうので土佐が立ったままでお送りしたいと思います。由美チャンネル始まりました。そして今日は珍しいですね、バッジをつけております。赤津、ありがとうございます。はい、これがですね、茅ヶ崎市議会議員というか市議会議員の議員バッジっていうものですね。ちょっとピントが合ったり合わなかったりしていますが、今日はなんでバッジをつけたままお話をしているかというと、議会が始まっておりまして、今、今年の第1回目の議会なんですね。議会は1月から最初ということで始まってきますので、市長が今年はこんなことをしてまいりますという施政方針演説っていうのをしまして、その施政方針とその他議案に対する総括質疑って呼んでいるやつを一昨日からやっています。私は明日が質問なんですけれども、これは議員1人当たりに対して30分の時間っていうものが与えられるというシステムになっているので、会派を組んでいるところ、7人で会派を組んでいるところは、7321で210分もらえる。ところが私は今は会派に属さない議員みんなのと長谷川由美と言って活動をしていますので30分なのでございます。明日その質問をさせていただくことになっておりまして、今日は、珍しくジャケットにバッジをつけた格好でお送りをしているわけです。はい、そしてですね、質問、質問や提案などをどしどし今日もお待ちをしておりますので、見ていただいている方はわんさかわんさか来ていただいて、わんさかわんさかコメントいただけますととっても嬉しいです。はい、今日はそして、それでね、その質問、明日、いわゆるほらよく見るところの演壇があって、そこに出て行ってこう喋って、市に対してどうですかっていう質問をするわけですが、これって、私はこういう議会の本会議の場でする質問っていうのを市の方向性であるとか、それとか、皆さんに知ってもらいたいことを取り上げようっていうふうに捉えています。というのは、一応ネット上で生放送っていうか生中継をされたり、議事録にも残って会議録の中に残っていく発言になるんですね。なので、すごく細かいことっていうよりも直接市長に聞けるチャンスでもあって、そこには市の幹部がざーっとこう並んでいますので、部長クラスがだいたい 3,40 人ぐらい議場の中にいるんですね。そしてさらにその外側で実際に実動している課長さんたちが、放送に耳を傾けながら、もう何かあったら大変とばかりに控えている場なので、その皆さんに聞いていただける質問ができるという場なので、市の方向性とか知ってもらいたいことを取り上げようというふうに考えております。明日私が質問しようと思っているのは、海岸のグランドプランについてなんですが、もう私の前にですね27人分の質問が出ちゃった後なので、グランドプランの中でも今年度市が行っていくことについて、例えば海岸の、海水浴場の条例、利用の規制のかかる条例というのが図紙で昨日可決をされましたね。で、茅ヶ崎市ではそういった問題はないようなんですけれども、そのことについてお伺いをしたり、あるいは、手話ですね、手話を、今、コミュニケーションのツールとして言語として認めるというか、言語として扱うというようなことが、障害者の基本法の方に入りましたので、これから先茅ヶ崎市は今年度っていうか来年度4月からの26年度に障害者福祉計画っていうのの4期目の、ね、計画を作っていくので、その中でどのように扱うことにする予定ですかというようなことをお伺いをしようと思っております。はい、それで、今日もたくさんの方に見ていただけると嬉しいなと思います。ありがとうございます。ですね、で今日これから、本題に入ってまいりますのは、本題の前にもかった、先週ですね第1回トイレ談義というのをやらせていただきましたが、たくさんのご意見をいただきまして、その最後の方にね、赤と青のこうトイレの標識ってよく男性が青で女性が赤っていう標識になってるじゃないですか、あれについて、赤や青がいいよねみたいなコメントだったかって、ちょっと私が、ジェンダーでもあるんじゃないって口
口走ったんですね。それに対してコメントとしていただいたのが、でも年寄りの人には見分けにくいっていうご意見をいただいたので、そのことをお話しできないまま時間が終わっちゃったから、ちょっとここでお答えをしておくと、年寄りの人には確かに見やすいかもしれない。でも、赤は絶対に女性で、青は男性だよっていう風にちっちゃい頃から教え込まれるのはどうかなって私は思っています。こんばんは、初見、ありがとうございます。はじめまして。というわけで、先週のトイレ談義の、おしまいの方にお話しできなかったことをお話ししています。私が、イギリスで日本文化を紹介したり、日本語を教えてた。留学をしていたんですが、その時に折り紙を紹介しようと思って、あっちに行っちゃってからで折り紙を購入できなかったので、男の子用に青の色画用紙、女の子用に赤の色画用紙を用意してクラスに行ったんですね。で、私は何の気なしに、じゃあ男の子は青ね、女の子は赤ね、取りに来てって言ったところ、ある男の子が私のところにやってきて、ミスユミ、どうして僕は青なんだと、僕は赤が好きだから赤をちょうだいってその男の子が言ったんですね。私はもう目から鱗でした。なんで男の子は青、女の子は赤って決めつけたんだろう。決めつける必要は少しもなかったですよね。折り紙を紹介しようと思っただけだから、私は別にその子の好みを決めつける必要は少しもなかったのに、生まれてこの方はなんとなくそういうイメージがあって、まあそういうふうに育ってしまって、何とも思わなかったということにを大変恥ずかしいっていうふうに思いました。でその子のこと、その人のことっていうのをどう考えていくのかっていう時に、こういうことに気をつけていきたいなと思っております。というわけで、お手洗いの標識が赤と青じゃ悪いと言っているのではなくてですね、今お話ししたようなことに、考えていきたいっていうふうに思っています。コメントいただきました。だけどそういう個人の体験からだけでいきなりジェンダー問題へ行ってしまうのも行き過ぎだと思う。そうそう、だから、こういうふうにお話をしていきたいなと思って、先週これちょっとなんていうのかな、行き過ぎだったなというか、このことはもう一回次の週でも話さなくちゃと思って今お話をさせていただきました。ありがとうございます。はい、それでそれから次、そうそう、トイレのことではね、今週明日発行のタウンニュースさんでも、取り上げていらっしゃるようでですね、なんとあのトイレのコンセプト、シンプルで動きのある湘南モダンスタイルというのが茅ヶ崎駅南口で綺麗になったトイレのコンセプトだったようでございます。まだトイレ話は続きまして、かなり広いスペースを取って車椅子なども入れる場所があるので、おむつ替え台などもね、そこにあったらいいんじゃないのっていうご提案を、男性の方からいただきました。で、さすがに私は男性のトイレには入れないので、女性のトイレの方にも実はおむつ替え台などはないので、そういうご意見もあるななんて思いながら、トイレ談義は本当にいろんな方が気にするところだなっていうのが分かって、非常に、先週の第1回ですかね、また何かの記念の時に第2回をやりたいと思っております。はい、ヤンヤンさんも、これは名前が出てますね。はい、ジョージさん、こんばんは、こんばんは、毎週ありがとうございます。そしてでもあのトイレいいトイレだよね、ヤンヤンさんありがとうございます。ジョージさん、明日トイレに潜入してみますね。潜入してみてください。なんといってもシンプルで動きのある湘南モダンスタイルの茅ヶ崎市自慢のトイレでありますとか言ったりして、そして、タウンニュースさんでは取材をされていましたが、なんとあのトイレの改修費用4300万円だったようでございます。大変高いですね。はい、大変高いですが、まあ、全部ねひっくるめて剥がして水道管を入れ替えてとかやってるから、まあ、いろいろあるんですね。そしてトイレだけで30分間十分に盛り上がれるね。そうそう、でも今日はトイレの話じゃないの。今日は、茅ヶ崎駅周辺のエレベーターが終電前に止まってしまう件、こちらについていろいろご意見をいただきたいと思っております。茅ヶ崎駅の周辺って言っているのがどこを私が指しているかというと、じゃん、見える？こっから行けばいいのかな。まあもう、まあ線路がね、でん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 って通っていますね。そして、まあ自由通路と呼ばれるラスカの前の通りなどがあります。こちら南口です。
南口には上がってくるエスカレーターがあって真ん中にエレベーターがあるわけですが、ここは夜の12時までで止まっちゃうんですね。で、でん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 って北口に行きますと、下の階段、真ん中に降りる階段があるところも上るエスカレーターはあるけど、これも12時に止まっちゃいます。そして、こっちに四角で書いてあるエレベーターたちはやっぱり10時で止まっちゃうんですね。ところがですね、この特にこのペデデッキのちょっと先にあるこっちか、こっちのエレベーターとエスカレーターの下にはバスの降車場、降りる場所があって、かつこっち側には、バス停乗り、バス乗り場、乗り場も1箇所あると。でここの1箇所のバス停の乗り場については22時16分だか14分だかに最後のバスが出るんだけど、それより前にここのエレベーターが止まってしまうということになってしまっているわけです。でさらに向こうに行きますと、まあ、エレベーターって、八華堂の前に降りるエスカレーターがあるわけですね。で、これらのエレベーターエスカレーターは、まあ、基本的に夜中の12時ぐらいになると全てが止まっているわけですが、じゃあそれに対してどうやって、そういうものを利用できるかというと、こっちツタヤの奥にある民間ビルのエレベーター使ってもいいよということで、ビルができるときに市ともお話をされていると。そしてまたその先のマクド実は大学が関西なのでマクドと言ってしまいますが、マクドナルドのところのエレベーターも自転車駐輪場がある関係から24時間やってくれているので、こちらも使えるようになっております。というのが今の茅ヶ崎駅周辺のエレベーターとエスカレーターの現状というわけで、たくさんコメントをいただいておりますね。はい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 、はい、とりあえず30分チャリジョージさんからチャリ乗せるエレベーターね、そうそうそう、ここはチャリ乗せるエレベーターね、ここのところね。そしてバリアフリーの根幹の間違いに関して興味があって見に来ました。根幹の間違いっていうところ、根幹の間違い、どういう風な感じかな、教えてください。ヤンヤさん、4番乗り場ですが、ここですね、ここですね、節電のために早く止めるんですかというコメントもいただいております。というわけでね、このことについて、私はやっぱりちょっと足の方に障害がある方からご指摘をいただきました。で、担当課の方に聞きに行ったわけですね。これはどういうふうになっているんでしょうかと、ところやっぱり市の方としてももう何年もこれは課題だということは認識をしていると。ただ、今のところその予算的なことやら、あるいはこのエレベーター自体がかなり古くなってきていて、それをどんどんなんていうんですかね、リニューアルじゃないな、修理をして使っている状態で24時間がっつり動かすとか、さらに時間を延長するっていうことをすぐにできない状態にあるので、とにかく検討をしていきますし、もちろん考えていかなきゃいけないことだと認識していますというお話だったんですね。で、ここから今日皆さんにいろいろ言っていただきたいんですが、まず節電のために早く止めるんですかっていうふうなね、質問も入ってきてますよね。で、まずね、このね、お聞きしたいので、またポチッと押すアンケートで お伺いしたいんですが、このエレベーターが、その何、終電より前で止まっちゃうっていうことを知っていた、知らなかったっていうのをちょっと教えてもらえないですか。実は私はそのご指摘をいただくまで、その時間に止まってしまうっていうことを知らないというか、申し訳ない。ちゃんと気にかけられていなかったんですね。ここが先ほどいただいたバリアフリーの根幹の間違いなのかもしれないと思うんですけれども、そこまで実は私は思い至らなかったのが現実です。申し訳ないですけれども、そしてご意見をいただけてよかったなと思っています。だから皆さんの今の現実っていうのを教えてほしいなっていうふうに思いますので、エレベーターが終電前に止まること知っていた、知らなかったというので、ポチッというふうに、アンケートのご協力をお願いいたします。いいですか、どうでしょう、どうでしょう、はい、どう押しましたか、もう少し。そう、コメントをね、
あのね、今ねいただきましたね。夜遅くどれぐらいの多くの人が利用しているんでしょう。こういうねご意見もありますよね。ただいま茅ヶ崎駅周辺のエレベーターやエスカレーターが終電より前に止まってしまうということ、知ってた、知らないっていうアンケートを取っています。ではそろそろいいでしょうかね。ドーン、こんばんは、トマークさん。知らなかった 75%、 知っていた 25% ということにご返事をいただきましたね。これやっぱりさ、その知ってる知らないっていうところとかね、気にかけられる気にかけられないっていうところも重要な問題だと思うんですよね。で、さらに、使えれば使いたい人は潜在的にもいる、潜在的になってるけど潜在的かなにもいると思います。そうなんだよね。だからそういうイメージをまずないと、あの使う使わないっていう話やら、それで大丈夫なのかっていう話やらっていうのがいろいろあると思います。それからマークさん、こんばんは、こんばんは。はい、JR の予算なのですか。はい、そういうわけでね、あのこれについては24時で、市の方のそういう、今課題としていますということと同時に、26年度の今予算審議に入る、これから予算審議に入る予算の中には、この先にもね市が管理しているのがあるのね。あの一国の地下道のところにエレベーターついてるの分かりますか。一国の地下道をくぐるところにエレベーターついているのも市が管理をしてるんですが、あちらももう随分と古くて、あそこの油圧器の方の修理をしないともうやばい、だましだましだみたいなことで、こっちの油圧器の修理っていうのと、それからこっちのエスカレーターのベルト、あの手のところのベルトだと思うんですけれども、あれを取り替えるという工事っていうのは来年度の予算の方に実際に計画として上がってきています。でこの間のあの雪の時に北口のエレベーターは、停止してたんですよね。皆さん知ってますでしょうか。市役所のホームページでも停止してますよなんてお知らせが流れてたんですが、あれはまあね、北向いてたら入り口が北向いてたりするもんだから、もう雪がどこどこ入ってしまって、もうこのまま雪がどこどこ入っていく中で運転させていると、交渉するっていうのでこっち側のエレベーター止めたんだそうです。で逆にね、南口のこのエレベーターエスカレーターも止まってたんだよね。でそういうことがかなりあの頻繁にあったりして、そのフル耐用年数がだんだん近づいてきているこれらの機材を一気に変えるわけにもいかず、配分をしながらどうにかこうにかしていきたいというようなことで、考えているというようなことですね。そして、次々いろいろ行きましたね。来ました、エレベーターの電気代や修繕費は JR の予算なのですか。いえ、これら今ご紹介をしているのは、実はこの真ん中の自由通路とかペデデッキっていうのが市の道なんですよ。市道っていうやつ、市道なので、これらを管理しているのは茅ヶ崎市で、茅ヶ崎市がその予算を出しております。それから終電までエレベーターも動いているものと思ってた、そうそう思ってた人多いと思う。それからエレベーターに関する予算なら特別会計扱いにすることは不可能なのでしょうか。特別会計にこれだけするっていうのはなかなか難しいんじゃないのかな。今特別会計っていうのは、例えば私立病院特別会計とか下水道の特別会計、それから、国民健康保険とかそういう介護保険の特別会計っていうのがあるんですね。でこれらは収益があって、それに対して会計が乗っかってくるっていうことになりますよね。これらのエスカレーターエレベーターは基本的には収益があってやっているものではないですし、これだけを特別会計にするとしたら、市役所がやっている事業のほとんどが一個一個の特別会計にこうなっていくっていうことになっていってしまうと思うので、それはなかなかじゃないかな。はい、そして、便利さってどこまで追求していいものかわからない。そうなんですよ、わからないなと思って、今日私はこれに対していろんなご意見がいただきたくて、取り上げております。ありがとうございます。今日も本当たくさんの方ね来ていただいて、どんどんコメントもいただいておりますよ。ありがとうございます。南口だけでも24時間動くと違うんだけどな。そうそうそう。それから障害者に関する予算は一般会計ですか。障害者に関する予算っていうふうに、どうくぐっていいのか難しいところですが、一般会計の中に、障害福祉であるとか、そういった予算は入っております。次、終電でストップの話もそうですが、始発の時間も動いてないです。ある程度のデータ調査し、次の投資
工事が課題です。そうそう、始発もね動いてないんです。6時からしか動いてないのね、これら6時からしか動いておりません。なので、始発についてもあの課題であるのは現実です。茅ヶ崎市議会議員の長谷川由美です。おもむろに自己紹介をしましたが、途中から見てくださっている方がたくさんいらっしゃるので、ここで言っとかないと一体誰だよ、なんかバッチつけてるやついるぜみたいな感じになるといけないんで長谷川由美でございます。茅ヶ崎の駅前のエレベーターが終電より前に止まってしまう件、ご意見をいただいております。そして今いただいたご意見は始発も動いてないよっていうことをご気づきになってくださっている方からのご意見でした。ご意見っていうかね、あ、そうですね。次、現実には障害者、高齢者を押しのけて健常者、かっこ酔っ払いが使ってたりという、そう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 、その現実もあるじゃない。夜遅く、そのまあ割とね、今あの障害のある方も活動範囲が広がったり活動時間が広がったりしていて、まずこのエレベーターがついた頃っていうのってそんなにものすごいなんかね、すごい議論をしたっていうわけでもないらしいんですよ。最初は10時に全部止めちゃってたんですって。それを延長してるっていう現実もある。で、その時にやっぱりそこまで議論を尽くしたっていうよりも、あんまり夜遅くこうしておいたところで千鳥足の人たちが使うんじゃないのみたいなところもあったりしたのも現実のようです。どうやらそれは側分なのでわからないんですけれども、そういうことがねあるので、どこまでつけていいのかなっていうのは私も安易にね、そりゃ24時間全部ね、ザクザク全部使っててもいいよっていう風な予算がちゃんと取れるとかっていうのもあるかもしれないけど、でもそれには電気使うわけですし、それがありなのなしなのっていうのはすごい難しいと思っています。それから、東海道線の高架化は全く検討されていないのでしょうか。高架化ね、これもね、高架化基本的に高架化っていうのは C の議題の方には乗っかってきてはおりません。はい、足が不自由だと上りより下りの方が辛いんですよね。転倒したら大怪我につながるし、それもあると思うので、例えばさ、南口はさ、上るエスカレーターはあるけどさ、下るエスカレーターって、上るエスカレーターはあるけどさ、下るエスカレーターってないんですよねって、あんまりうまく見えないけど。はい。北から上がれるのに南で降りられないのが困る。そうそう、北の方はね、上がるのあって、でも南が上がっても、北は降りられるのか。ね、エレベーターとかあるから降りれるっていうことですかね。そして私がというか、ここでもう一個問題だっていうのが、さっきここのね、下にバス停があって、そのバス停の方は22時過ぎてからバスが発着するんですって話をしたんですが、ここって下の道でいうとこういう島なんですよね。島でこっち側にこう道が通ってるわけっていうことは、ここからうまくこういう機器が使えないと、ここを横断しちゃう人が続出するわけよね。ただでさえややこしい北口のロータリーの中を、あのバスやら乗用車の中を横断してしまう人が多発するという現実もあるので、それはまずいでしょうということを強く市にまず要請をしました。ここのところはなんと渡っちゃダメよみたいな看板も倒れちゃってたりとかしているのでね、ここの安全確保はまず考えなければいけないことだと思っています。次にコメントいただいたの、山登りと同じで登るより降りる方が体に負担がかかります。そうね、そうね、そうね、確かにね、そうそう、だからね、こういういろんなことがサクッとエレベーターが終電まで、動いていない件っていうことでもね、たくさん出てきてしまいました。で、そしてじゃあさっきも出てたんですけど、南口にだけでも動いてたらいいよねなんていう話からで言うとですね、皆さんにまたアンケートをいただきたいんですけれども、茅ヶ崎駅周辺の終電まで動いていないエレベーター、終電まで動かすとしたら全部動かした方がいい、2、南口だけでも動かした方がいい、3、南北1機ずつ動かした方がいい、そこまで考えなくていい、というこの4択で皆さんのご意見をお願いします。その間にね、コメントもまだジャクジャクいただいてますのでね、そうそう、危ない、さっきのこの横断の話ですね、正直に言えば足の思い方悪いかな、方が夜遅くまで外出していらっしゃるのは転倒や事故など心配に思います。それって飲みに行っちゃダメってこと？
っていうようなコメントもいただきました。そうなんだよね、あのね、皆さんいろいろね、やっぱり外に出たいっていうのもあるでしょうし、うん、こういうのは問題いろいろ考えていくべきなんだと思います。東京都の増田知事は不便な駅については一部高架化するケース計画だそうです。あ、これはあの先ほどの話ですね。エレベーターって意外に維持管理費がかかるんだね、知らなかった。そうなんですよ、そうなんですよ。はい、ではコメント、今のアンケートの方お願いできますでしょうか。はい、じゃん。南北一気ずつが 75% で第1位となりましたね。そう、やっぱね、私もそれがどうにかなんないかなっていうふうに思ってるんですよね。で、南口、今ね、北口の方は、なんだっけ、マクドナルドとかの24時間のところがあるからね、これはどうにかなるとしたら、南口だけでもっていう切り口から、私もまたお話をしていきたいと思います。そして次、高齢化社会、障害者のこともあるが最小限予算内で設備投資や工事施工利用につながる余り機器に依存は危険だ。機器に依存というのはね、問題だよね。2と3で悩んでたら答えられなかった。あ、そうですね、はい、ありがとうございます。今日もね、たくさんのご意見をいただきました。本当にありがとうございます。あのね、私もね、これどこまでどういうふうに押したらいいのかっていうのをすごい実は悩んだりしていて、これから先もあの皆さんにいただいたご意見なんかを伝えながら、便利にしていきたいし、あのいろんな人がいろんなライフスタイルって言ったらちょっと大げさかもしれないけど、いろんなことを選んでいける。そして何よりも良識がある中でみんな綺麗に利用してくださいねっていうことをお願いしたいと思います。試しに終電利用で車椅子の場合どうなるか自身で試してみたらどうでしょうか。動かないと深夜に上がったまま孤立するんだよ本当に。だって降りれないんだもん。はい、というわけでそろそろ時間になってしまいます。本当にありがとうございます。新しい試みありがとう議員さんって言ってくださってる方もいる。ありがとうございます、嬉しいです。どん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 コメントをください。ゆみチャンネルはコメントで皆さんと喋ってるような番組にしていきたいと思っています。そして足が悪い人に優しい街は老人とベビーカーにも優しいよ。確かに確かに、ベビーカーもね本当に大変ですからね。あのそういったね、いろんな人に優しい街を、でもその うまいところをね、いろんな人にこうやって、なんていうの、こうすり合わせをしながらいいところをやっていってもらいたいと思います。本当におしまいになっちゃうかな。それではまた来週。